ハローハロー、マイトモチャンネルの桜子です。ニューヨークからお伝えしています。いや、南の島へね、バカンスに行ったはずが、まあ足の骨は折ってるわ、指先ですけど、どうもちょっと風邪をこじらしているわという状態で、一方ヨーロッパ旅行に友達と行った息子は向こうで肺炎になり、もう家族全員旅行を早めに切り上げて、ニューヨークでまた合流いたしまして、息子はね、やっぱ若いだけあって、もうすっかり良くなりまして。ただ私の風邪はね、こじらしたまま、まだちょっとね、治らない。抗生物質を飲んでいるという状態ではあるんですけど、まあ、もう遠い昔の話になる前に、南の島の話をね、でもちょっとあまりどこも行けてないので、レポートにはならないんですけど、まあ、綺麗な景色を皆さんとシェアしたいなと今日は思いました。お付き合いください。子供が大学へ巣立ったらいろんなところ旅行しようねというのが私たち夫婦の夢でしたけどね、コロナでまあいろいろ難しいですが、両方の親の死とか介護とかと関係ない旅行って本当何年ぶりだろうかっていう感じでね、こちらはアメリカ領バージン諸島セントトーマス島です。たくさんのヨットが泊まっていて、綺麗な海の色です。諸島、バージン諸島というだけあって、いろんな島があってね、見た目がちょっと瀬戸内海みたいねなんて話を生配信の時もしておりました。ニューヨークからだと飛行機で4時間ぐらいですね。だからハワイも遠い、沖縄も遠い、ね、ニューヨークから行くには手軽なバカンス、カリブ海ってことになります。一応ねアメリカ領なので、今の時期海外に行くよりは旅行がしやすいっていうのはありましたね。流通貨幣もドルですしね。これは空港の近くの街の様子です。沿岸沿いもね、台風の影響で大変な被害を受けたんだそうですが、修復に修復を重ねてね、この辺りも今年の初めに美しく生まれ変わりました。ウェルカムドリンクってやつ、手続きが済むまでの間にね、ラムパンチいただきましたが、強すぎて飲めなかったけど、カリブといえばラムです。いや、もうこんな派手な服ね、もう聞かれてないのにレジで、娘のですって娘のにしても若いだろうみたいな、まあこういうのは眩しい光の中でしかね着られないっていうか、着てる割には疲れてるっていうね、どうせ寝転ぶんだったらビーチで寝転ぼうという話で、まあ私はほとんど向こうにいる間この木の下で過ごしたんじゃないかな。こう毎朝日替わりでね、キュウリとかストロベリーとかオレンジが入ってるお水と、でこの30、15、50の日焼け止め自由に使ってくださいって置いてあるの、これ助かりますね。このホテルのビーチからね、もうこのまま器具を持ってシュノーケリングができるっていう、そんな環境です。この木にねイグアナが住んでてね、毎日同じような時間に出勤して、そして帰ってくるんだよね。セントラルパークだとリスが降りてくるんだけど、ズズズズズズリズリとかが何かと思ったらイグアナが降りてきました。でもなんか気の毒だったわ、いろんな人からひどい言葉をかけられて何もしてないのにね。潮風に吹かれながら本を読んで、そしてランチとかね運んでくれ、見てこれ日本の重箱を使ったんですよ。これ賢い、この方がたくさん運べますからね、まあ、中に入ってるのはおにぎりではなくて洋風のものが、私はサラダを頼みましたけど、でもこんなところでも生きている日本の知恵でございます。すごいね。これはシーザーサラダ with シュリンプでしたね。飲んでるね昭和の飲み物ピニャコラーダだけど、これはバージンピニャコラーダで、さすがにねあんまり飲めなかったですね。まあ、ちょっと具合悪かったんでしょうね。バージンでお願いしますって言うとお酒を入れないで甘いとこだけ運ばれてきます。足ねこうやって支えて2本の足を指をぐるぐる巻きに折れたところしております。まあ、ほとんどはビタミン C を溶かした水を飲んでいたっていうね療養中
まあ、贅沢な時間でした。自然がいっぱいでね、もうすぐ目の前にこんな鳥がやってきて、日が変わってこんなことしてすいません。今日はね、ちょっとアクティビティ、シュノーケリングに行くってことになりましてですね、目的地に行くまでのね、車窓からの眺めっていうのをちょっと皆さんと一緒に楽しめたらいいかなと思ってね。かつてはデンマークの植民地時代もあったので、そういうコロニアル様式の建物や現代的な建物が混在している、ね、なかなか面白い街並みです。あの大きな客船が年間150隻もあの寄港するっていうね、そういう大きなあの港、そういう役目もあるので、そういう豪華客船が到着するたんびにこの島は人々であふれかえると、まあ、そういう状態で、私たちがいた時はそういう1隻ぐらい泊まってましたけどね、あの割と島はあの閑散としているっていう感じでした。ほらほら、こういう客船があの何隻も泊まるね、この時は1隻だけでしたけどね、相当大きいですよねこれね。島から生配信した時にね、まさにこのカリブ海クルーズ船に乗ってセントトーマスに行きましたよ、懐かしいですっていうね、視聴者さんいらっしゃいました。ゴージャスですね。セントトーマス島の首都はシャーロット・アマリー、カリブの海賊の本拠地の一つだったとも言われていて、多くの観光客が訪れます。でこのシャーロット・アマリーのあたりはですね、あの大ショッピングエリアになっています。このメインストリート、お酒、香水、電化製品、有名ブランドのお店などの免税店がぎっしりと並んでいます。そういうお客様たちがどーっとあの島に流れ込んでくるっていう時期になると、こういうお店がガンガン開くわけですね。ちょっとこの日は閉まってるお店も多かったですけどね、お土産物屋さんであるとか、なんかの宝石店とかが結構多いという話でしたね。なんか可愛らしい感じ。この辺をそぞろ歩いてお土産でも買いたかったけど、全然そんなことは構いませんでしたね。今回はまた今度。まあ、この連れて行ってくれた人がね、あのさっきの、 あの街の中心地みたいにこう整えられた、なんかちょっとディズニーランドみたいなのまあ可愛いけど、でもこの辺がねやっぱりそのカリブっぽいそういう建物があったりするから、まあ、この辺もちょっと見といてほしいんだなんて言ってね、連れて行ってくれました。でも足がね悪いとかっていうと、あの本当に島の人たちがもう海に入るんだよって言うんですよね。もうみんな口を揃えて言いましたね。傷じゃないんだけどな、中なんだけどなと思ったけど、関係ないらしい。やっぱりあの母なる海に抱かれているといろんなものが治るのが早いみたいですよ。確かに足はねなんかいい感じに治ってますね。このなんていうの、小高い丘みたいに真ん中になってるんですよね。その六甲山みたいになってて、神戸でいうと、まあ、ちょっとそういうところをこうドライブしていくと、あのこういう絶景ポイントみたいなものもねあって、あのセントトーマス島は世界でもあの最も美しいみたいに言われている、そういうリストに載ってるようなビーチが数多くある島なんですね。マリンスポーツはもちろんのこと、ハイキング、サイクリング、ロープウェイ、ゴルフを楽しむこともできます。
歴史が好きな人は街を散策するだけでもいろんな再発見があるし、冒険を求める人にも、もうゆっくりリラックスしたいんだという人にも魅力的な島と言われています。まあ、晴れてるとねこんな感じなんでしょうけどね。はい、もういきなり潜ってますよ。変な浮かび方してるんですよ、こう私、はい、足にヒレをつけると余計に足が痛みますからやめましょうと言われましてですね、手にちっちゃなヒレをつけてるんですね。水かきができたような感じで、結構ね小さいけどね、これがあることで前に進めましたね。脇の下にはこの日本語で言うなんだっけ、フローティングポールっていうの、こっちではヌードルって言いますけど、それを脇に挟んでね浮かんでおります。なんかこの亀と一緒に泳ぐってなんかロマンチックですね。なんか竜宮城まで行けちゃいそうな気がします。これ一匹だけ亀がいたんではなくて、これ全然違う亀を今映してるんですよね。たくさんいるんですよ。その亀のことを研究している研究所みたいなのそばにあったりなんかしてね、でも人がほとんどいなくて、教えちゃうとどーっと人が来ちゃうと困るので、シークレット、秘密の花園じゃなくて秘密の亀園っていう風に紹介してくださいとガイドさんには言われました。名前言っちゃダメって言っちゃった。ガイドさん、ガイドさんがよく喋る人でさ、もう間髪でずっと喋ってんだよね。なんか私みたいだなと思ったら、昔ディスコジョッキーやってたんだって。あ、やっぱりって。いかにもな可愛いお魚たちもたくさんいました。でこの日曇ってたから、なんだろう、晴れてる時と見え方が違う、ちょっと綺麗さが違うみたいな感じはあるんだけど、良かったのはこのタコたちって夜行性だからさ、曇ってたがために夜だと思って出てきてくれたので見れたんです。でこれはね、ウニが産卵中だって。たくさん食べちゃってお腹はごめんなさい。でこれはコンクシェルですね。すんごく大きくなる、その赤ちゃん、コンクの赤ちゃん。これはカニの一種だって。なんか可愛くない？なんかこのでこのとんがったところにね、こう餌を貯めておくそうですよ。なんかね、そうやって具合悪かったはずなのに、この海でちょっと海に浸かってたらね、すごいなんか元気が出てきてしまって、まあだけどあんまり無理しない方がいいなと思ってね、これは2番目のシュノーケリングの場所だったんですが、みんなに言ってもらって、私ビーチでおずわーん、クビクビーだって最高だ。誰もいないんですもん、これはね、ウニの白骨っていうか、ウニの死骸というか、でも美しいですね。さあランチにしましょうということで、まあ、こんな感じのトラックで調理している、こんなレストランでね、フィッシュタコを食べました。美味しかったですよ。このコールスローもとてもフレッシュでした。マヨネーズ少なめ。こちらはホテルから見た夕焼け。でまたこうサンセットを見ながらっていうのが売りになってるレストランとかあってね、ここはこの写真はそうですね、新婚さんとかね、たくさん写真撮ってましたこの前で。これは一つのマリーナから見た夜景ですけど、なんかね、あ、やっぱり神戸の夜景にちょっと似てるななんて思いながら、セントトーマス島の夜は更けていきました。はい、おまけです。生配信の時にね、みんなで一緒に瞑想したら、すごい爆風音が入っていたにもかかわらず、結構気持ちが良かったという声もいただきました。
今回は風の音は静かなので2分間だけちょっと一緒にみんなで深い呼吸をしてみましょう。これは2年前のインスタから風くんが瞑想しているところのお写真をお借りしています。こう力が入ってないんだけど芯があるっていうようなそんな感じしますよね。この背筋に沿って下は地球の真ん中に上は宇宙の真ん中にしっかりつながっているイメージで始めましょうか。鼻から息を吸って口から静かに吐いていきます。カリブに浮かぶ南の島に打ち寄せるこの波が頭の中のいらないものを全部洗い流してくれます。そんな気がするだけで大丈夫です。息を吸って口から吐いていきます。考え事をしている自分に気がついたらまた深い呼吸に戻りましょう。ではしばらくご自分のペースで楽しんでください。それでは次に吸う息で目を開けて、顔の前で手をこすり、それを頬や体に当ててしっかり戻ってきます。これからお休みになる方も、これから一日が始まる方も、どうぞこのリラックスした感じのままできるだけお過ごしください。